七の国さえ。射撃と懐中電灯を地下に落としてきてしまった。射撃を再び入手するまでは使えませんと。即戻ろうとしたらどうなるのかな。あれ、戻るところなくなってる。こちら側から開けることはできない仕掛けになっているっていうことはどうすんだろう。射撃と懐中電灯、はいどうぞ。あれは回収できるのかな。まあ、できなきゃ最後までいけないから、できるのは事実なんだろうけど、どうやったらできるのかっていうのが問題かな。と右側に青いフィラメントが出ているものの、残念ながら取れん。え、ちょっと待って、これは振り向けということか。あ、やばい、多分死亡だ。お姉ちゃん、一度見ときたかったんだよ。絶対こうなるような気はしたんだけど、とりあえず逃げよう。まず見てみようか。あ、ダメだわ、これ地下。地下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 、すげえ立ち止まって振り向きたいが、これさっきの場所微妙なところに逃げたらよかったのか、もしかして。もうほぼ強制だなこれ。これあ、ダメじゃん。なんだよ、てっきり横に逃げたらいいものかと思っちゃったんや。あの隙間は罠だな。アイテムは回収しておこう。ゴーストハンド来ないのかな。来ないな。来るわ。ナイス回避。どっから幽霊の手来てるんだろうね、あれ。どこからともなく来てるけど。はい、スルー。ずっと待ってたの。ここも多分逃げても何の意味もないんだろうから無視。だいぶ遠いね、余裕だね。で、ここ入ってダメだったんだから奥まで行こうじゃないか。お、扉発見。えらいゆっくり開けるな。どうだ、治ったか。お、治った。即セーブポイントだけど。またやり直すの嫌だからセーブはしておこう。20秒ぐらいでね、2つ目のセーブポイントがあって。なんかアイテムが。ないな。よし。万葉。ちょっとね、戻ったらどうなるのかも気になるけど、もういっぱいコンティニューしたからいいや。まずは上の階に上がってみよう。何かしらのムービーかな。来た。お姉ちゃん、だいぶ前にこの家に来たはずなのにまだ歩き回ってるの。お姉ちゃん、お姉ちゃん、黒い背中に何かいそう。あれ、また変わった。逃げんのか。
どうやら逃げる、どっかに逃げるらしい。射影機もない今、戦えないぞ。もう置いていかないよね。置いていかないというよりもね、言っちゃ悪いんだけど、お姉ちゃん勝手に先行っちゃったよね。むしろこっちが置いていかれたような感じなんだけど。そしてあんまりね、この画面は嫌いなんだよね。攻撃食らうと即死だから。やっぱ追ってきてる。わあ、来るか。開かない。開けません。お願い。お姉ちゃん。お姉ちゃんなわけないだろ。開けねえよ。開けてよ。隠れられそうだ。もう嫌な予感しかしないが、隠れるしかなかろう。重要アイテム発見。どこだ。この人形とか、この裏か。調べるとか隠れるとか、触る、これか。なんか助かるもの、鍵だ。霧の鍵。あそこか。ってことは戻らなきゃいけ、ちょっと人形が近すぎてビビるわ。アイテムは全部見た目玉なんですね。どうしてあの時置いてったの？なぜだと思う？多分今の時代じゃなくて昔の時代の話なんだろうけど、なんで置いてったのかって多分気づかなかったんだよ。普通ついてきてると思うじゃん。まだ女性がいる気配がするっつうのに開けんの？もうなかなかチャレンジャーだね。お姉ちゃん、ちょっとめんどくさいなこれ。待ってりゃいいのか、さっきの鍵の位置まで一気に行く方がいいのか。そしてセーブはしておいてよかった。まさか射影機がないことがここまでも心細いことだったなんて。処理殺しゲーですね。どうしようかな。とりあえず上に上がることがイベントスタートだったから、ちょっと行く順番を変えてみようか。まずこっちを行こうとしてみよう。ん？何か、フィラメントが、いろいろアイテムがある。大丈夫。結構回復アイテムたまったな。余裕だ。読み込み始めちゃうからもろばかり。緑の表紙の日記。これはここを右に行くとお姉ちゃんが乗っ取られたあれが追ってくるような感じがする。明らかに死にそうなアイコンあったから、まあ無視しようか。おお、アイテム
奥に敵が出るわけでもなく、お、60式フィルム。お、切る切るって言っちゃった。来るの丸分かり。赤い日記。ややお姉ちゃんのせいで、いつきお兄ちゃんはどこかに連れて行かれてしまった。どうしてお兄ちゃんは悪くないのに。そう、全部あいつが逃げたせいなのに。これ自分もね、一緒に逃げといてひどい言い草だと思わないか。自分が逃げるの失敗しただけだろうみたいなね。まあ、責任転嫁は基本だから。誰だってね、自分は悪くないって思いたいんね。そして結構進めるな。すぐ行き止まりになってまたあそこに戻るのかと思ったら、結構どこまででも行ける。視界が悪い。回避率 100% をなめるんじゃない。フィルムリール久しぶりだな。思えば遠くへ来たもんだって感じ。あ、ドマか。おう、脱出できちゃうの？できませんよね。何、誰か叩いてる。うわ、後ろにもいる。うっそーん。近い。攻撃手段がないのにやめてよ。こっちじゃない。こっち。行き止まりなんですけどね。まあとりあえず端っこまで来れてね、ある意味安心したよ。あとはもう普通に戻って、さっきのイベントに再チャレンジだ。もちろん探索の手間を省くためにセーブする。セーブ。よし、セーブ完了。さーて、うまく逃げないとな。はいはい、お姉ちゃん。乗っ取られた。すぐ乗っ取られる。お姉ちゃんちょっと乗っ取りやすすぎるんだよね。もう置いていかないよね。さあ、クリックぜ。まっすぐ入ってこようとしたらどうなるんだろうね。もともと鍵閉まってんのかな。お願い、開けて。
このゴリ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 って音がなんかノコギリを弾いているような音で、お願い開けて、開けてやんねえけどな、あそこだな、次は鍵の場所を間違えないようにしよう。さーて一気にかけるか。またやり直しになったら嫌だな。それともこの人形を持っていけるとかそういうことはないのかな。なんとなくだよ。至って無視だ。走るぞ、駆け抜けるぞ、行け、一気に走れ。これすっごいゆっくりだけど開けてるときは大丈夫なんだ。あ、逃げ切れた。鍵がかかった。いや、開く、まだ開く、まだ隠れる。すっごい怖い。いない。音が、気づかれたか。しかし大丈夫だった。後ろからとか、うわ怖っ。まだいんの、もしかして。あの奥に行ったとして、いきなり言うよりゆっくりとが開いたら怖い。確かにこっちじゃないの。あの奥に逃げて行ったとして、さっき初めにお姉ちゃんがいた方の奥に逃げていく、これ正解じゃないかな。ここはダメなんだね。なんか走るとね、バレそうな感じで走れない。それはねえだろう。戻るのが正解じゃないのか。普通にいたわ、開けたら。もうちょっと焦れよ、いたんなら。さあ、今正面にいるんだね、赤いのが前にあるから。ああ、それ考えた方が良かったのか。つまり、ここは右に行った方がいいってことだね。人形がある。あ、人形ここに持ってくるんだ、多分。そういうことか。だから一旦戻るのは正しかったんだ。なるほどね。さっきのあれフラグだったのか。あれ、取るとか出ないの。違うの？そうしか考えられないんだけどな。これ以上戻ると出会っちゃうからね。ってことはもう一度調べてさっきの人形を持ってくればみたいなメッセージがあるんだな。これか。これでいいだろう。やっと見れた。とりあえずいるの？いません。てか、ミオって言ってるじゃん。お姉ちゃんに戻ってるの？来るんか。イベント重要アイテム取るときでも出てくるのか、ゴーストアンド。また来た。あの時来てくれなかった。あの時ってどの時？ずっと待ってたの。
はい、どうせいるんだろ。怖いよ、怖いよ。あんまり、あんまり、お姉ちゃんに変わってる。すぐ乗っ取られるんだよ。よし、動き出したよ。こんにちは。はい、こんにちは。どのボタンを押しますか。左のボタンを押すと回る。これやったな。右のボタン、一回左のボタンで右のボタンね。で、二人は出会う。これを仕掛けかぶってんだ、さっきの。一回おい、近い。ここにいて。いるわけねえだろ、こんなきょっちゃい村に。とっとと脱出したいんで。こんにちは、初見。あ、ここか。あのカメラがないと。渡り廊下に繋がってたのか。あのカメラがないとっていうぐらいなら、あのタイミングで落としていくんじゃねえよ。あれ生命線だろ。と、また桐生家に戻ってきた。とりあえずあれだね、フィルムだ、フィルム再生してみよう。どこだっけ。すごい久しぶりに来た気がして、すぐそこだな。手に入れたフィルムは5だったと思う。調べる。フィルムをまず取って、あ、取らんでよかった。交換ってあったよ。5だよね。よし、自分で視点変えなきゃいけないのがめんどくさいね。お、少女、少女。あんまり少女ってほどでもなかった気がする。誰がじゃあこれ撮ってんの。え、誰が撮影したのこれ。なんかいる。あ、誰か自殺してたのか。これ宮子さんが真澄さんに殺された的な。もうよくわかんねえ。終わっちゃった。地下室への行く道はどこだっけ。こっから入ってきて、こう回ってきて、こう来て、ここだっけ？ここか。ここだな、人形の間だ、確か。例いんの？無理です。ある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 。遮影機、遮影機いるよ。なんかいた。セーブしとけよかったか。なんだこのアングル。はあ、回収できた。どっちから行こうか。もう一度あの屋敷に。お姉ちゃん、まっすぐ進む方がいいのかな。でもなんていうかね、追われてたはずなのに前に回り込まれてたんだよね。後ろから追われてたと思うと前に回り込まれていた。何を言っているのかは分からねえかと思うが、催眠術じゃ超スピードなんか、そんなチャチなもんじゃねえ。写真のタイミングが
どこだ？あった。なんかいる。潰された男とか、かわいそう。潰されちゃったんだ。立花家リターンズ。この辺もさっきなんか光ってたっけ？シャッター。違うな、これ出たところが光ってたんだ。まあね、セーブは大事。